ストレンコン。あなたの番ですを見たい気持ちを押し殺しています。絶対あんたの番ですの実況は絶対にしないでください。絶対しないで。今やばいとか、今すごいことになってるよとかも絶対言わないでほしい。分かった？アラバー見てる人はコメント、アラバーに関するコメント禁止ね。疲れさん、来週撮りました。サンキュー。もう絶対にダメだよ。本当にもう後で Hulu で CM ないやつ全部一気に見るから。ありがとう。絶対にダメだからね。アナバン。そう、今日もテンション高め太陽でした。もちろん。ありがとうございました。目が乾燥してる。今日は珍しく巻いてたんですけど、もう取れちゃった。もう取れてる。ミャミャー。ハートとかつけちゃって。もう写メ会の方向こっち側だったから全然な意味なかったか。おかえりなさい。帰ってきたよ。ツイッターでみんなのリップ見ようっと。リップリップ、リップリップ。今日の握手会いっぱい楽しかったです。ありがとうございます。マジでアナ版の実況した人、そう、もうアナ版の実況したら通報される覚悟で。ありがとう。センスいいやった。今日の目可愛かった。イエーイ。今日めっちゃまつげ上がってたんだよ、ずっと。ほら。お疲れんこんです。もう握手会、写メ会の後半、前髪割れててマジで慣れた。まあいいや。あえて話せたことが嬉しい。来週、てか次の大阪で高校終わりやん。早すぎっす。そうなんです。てか台風関東やばいの？頑張ります。
ストラブル。これきりこれきり。東京どうなってるんだろう。さっき雨降ってなかったけど降ってんのかな今。見えない、窓が頑丈。わかんない、まあ、とりあえず今日の夜中はやばいらしいです。にゃんにゃん、あ、運休してるんだ。ダメ、やばいね、マジで。気をつけて関東の人。今回の台風のヘクトパスカルみたいなやつがマジでえぐいらしくて、今までの台風はまあ一応後で被害出たら文句言われるけん避難勧告出しとくかぐらいのやつだったらしいんよ。だけど今回のはガチでやばいらしい。で、気象予報士さんのみたいな、わかんないけどその人がなんかつぶやいてて、めっちゃ何万リツイートとかなってた。いつだっけ。とりあえずめっちゃやばいらしい。てかもう今絶対ツイッターのタイムライン見たくない。あなたの番ですが絶対実況されてるから。そうだから本当に気をつけて、自然災害に人間は勝てないからね。おいらの悩み聞いてやろう。ぶーちゃん、あなたばじゃくありがとう。ツイート見ただよね。私も今日お昼ぐらいに見て、めっちゃやばいじゃんってなったから心配だった。今日握手会後半中止になるかと思ったもん。みんな井戸となったら STU 号に来て避難してくれ。握手券欲しました。ありゃ、まあ、また言うの機会でよ。誰を押すか悩んでます。ありゃ、福田ちゃんもおすすめだけど、まあ巡り合わせだもんね、推しメンって。よかったらまた遊びに来て私のとこにも。島のヘイ君、ベア、ありがとう。福田あかりちゃんおすすめ。福田あかりちゃん今日も楽しかった。ギフトありがとうございます。今 STU はどこにあるんだろう、わかんない。なんかアプリで探せるらしいけどね。くちゃんとほのたん押そうと思います。お、いいですね。あのな、何コンビっていうのかな、結構共通するとこ多いかもしれない。めっちゃ気が合います。次、ありがとう。あなたの番ですわ。あ、Hulu で明日見る。明日雨降ったらやだな。握手券取りました、ありがとう。まあ今日ね、あれまだ握手券取らなかったわって人は、サステナブル今受付してるんで、ぜひ来てください。よろしくお願いします。なんかね、今日ねコンタクト、結膜炎についての記事とかネットの記事とか読んだり、コンタクトの炎症についての記事ばっか読んでたの、ずっとここ最近結膜炎になってから。そしたらなんか目がねすごい意識しちゃって、自分の中で目のこの眼球をカミソリでシュッてやる想像ばっかりしちゃうの、ずっと。なんかわかる、この感じ、痛々しい想像ばっかりしちゃうの。もうやめればいいのに。最悪の結末ばかり考えてしまう。ありがとう、ありがと
マシマシで行ってみようかな。ぜひ来てください。めっちゃ怖い。もうなんで、私絶対もうそんな怖い思いするぐらいならもう一生メガネでいる。わかんない、なんなんだろうね。なんでそんな想像しちゃうんだろう。痛い、痛っ、うん、ってなる。わかるこの感じ。なんの現象なのこれ。絶対そういう状況は普通に真っ当な人生生きてたらないのにさ、ね、なんかそんな想像しちゃう。強盗に貼れるのやばい。やめて、そんなシーンがある映画があるの。やだ、もうそのシーンを見る監督には絶対なりたくないね。才能だよ、才能か。トラウマになっちゃった。なんかそう、ごめんね、余計なこと言っちゃったね。みんなビビっちゃう。あの話すね、ぜひ。今日は最後の部楽しませてもらいました。ありがとうございます。うん、明日からも頑張ろう。みんな学校とか仕事とかあると思うけど頑張ろう。メールも送るね。メールも送る。メール取ってない人はぜひ取ってください。頼む、メール取ってほしい。お願いします。福メール R さん、ベア、くまくまくま、ニコ、ありがとう。あ、そう、今日ね、サラハとアリちゃんとマリナがおそろしてた。可愛かった。ああいう大正ロマンみたいな服、なんか、なんて言うんだろう、大正ロマンみたいな服着てて、私ね、成人式の浴衣もそうだし、浴衣着物もそうだし、浴衣とかでもなんか大正ロマンっぽいの選びがちだから、私もコスプレしたいな。コスプレしよっかな、今度握手会で。もし4枚目のシングルが出たら STU のAKB の握手会でコスプレはしたくないんだけど、先輩とかに見られたくないから。そう、ハイカラさんみたいなやつ、ハイカラさんみたいなの大好き。そう、もし STU の告白があれば、大阪はちょっと間に合わないけどコスプレしよっかな。トロットさん、一回制服コスプレしようって言ってたのに結局叶わず、いつかまたできるかな。まあまあ、いつかコスプレしよう。福田の握手会のこだわりは、なんか長い、STU の握手会は長いから、朝から晩まであるから、午前中と午後で服を変えるんですよ。そう、なんでぜひ握手会、今度また撮る機会があったら、午前と午後、両方来てください。今日は午前中がね、なんかメリージェニーのなんか夏服ワンピみたいな、なんかよく私がよく着てるやつなんだけど、それにして午後はこのワンスポ、これワンスポ、ワンスポのなんかロングワンピースです。大阪はね、ちょっとラフめな感じにしようかな。何色の服が好き？何色が好きかな？普通に黒とかかな、ベージュとかそう、あと何、なんだろう、いろいろ。普段は最近ね、メルローっていうね、なんかブランドがあるんだけど、ちょっとシックな感じなんだけど、メルローのワンピにワンピとかメルローのブラウスとか可愛いなと思って見てます。
シンプル思考最近。あとミニスカートはあんまり履かないかもしれない。コスプレするならね、制服か、なんだろう、うん、やりたい、制服やりたいな。お風呂が熱すぎて水入れてる、やるよねやるよね、それ私もよくやる。そうで、熱すぎたらあれだなと思って、ぬるめに入れたら逆にぬるすぎて熱くしたりする。お風呂の温度って一生の課題だよね。ホテルによってとかさ、家によってさ、なんか調節温度しても若干違うもんね。スタイルいいよ、ありがとう。同室誰？今日一人部屋。一人部屋難しいよね。あ、電子レンジもむずい、わかる。あとエアコンもさ、なんか難しいよね。さっきエアコン切ってたら暑かったけど、つけたらつけたで28度でつけても若干寒いし、私は何度でつければいいんだっていう。難しい。風邪ひかないでな、ありがとう。あ、ドライ、ドライって何？どやかの部屋で眠る。いやでもみんな握手会の後疲れてから多分もうぐっすり寝てるんじゃない？もう、うん、疲れるっていうか足がパンパンなのかもしれない。今週末コンディション最高、イエーイ。除湿？除湿機能って乾燥するの？ドライって乾燥するってこと？明日暑いんだ。ええ、秋服出したのにまた夏服着なきゃじゃん。わかんない、地球って気まぐれだね。もう地球の気まぐれについていけないわ。並ぶ通称ありがとう、ありがとう。ドライはやめよう。残暑か、今残暑なんだね。こんばんは、リンゴ。あなたの番ですの実況は絶対しないで、本当に頼む。私今日ツイッター見ないから、もうこれからこれ面白い人だなって注目中です、ありがとう。もうね、ダメ、本当に何の話だっけ、忘れちゃった。何の話だったっけな。もう、そう、もう今日はあなたの番ですが実況が怖いから、ショールーム終わったらもうツイッターも自分のリプランしか見ずに、タイムラインは見ないし、Google のおすすめコンテンツみたいなとこも開いたら絶対あなたの番出てくるから絶対見ないし、 Twitter のトレンドも絶対見ないし、もう見ない、寝る。今日はおとなしく携帯の電波切っとこっかな、機内モードにしとこっかな、それがいいよね。絶対トレンド見ちゃダメだよね、もうすごいわ。もう見ない、何も見ません。監督ハート戦かありがとう。メールの返信を見るけど、しかも明日もメンバーが、朝集合した時に昨日の穴場やばかったねみたいな感じで喋ってたら嫌だから、明日はもう集合時間ついた、おはようございますって言った瞬間イヤホンつけてガンガンに音楽流しとこう。絶対誰とも誰の世間話も耳に入れない、そっからのネタバレ怖いから、明日は一日中誰かといる間はイヤホンガンガンで過ごす怖い、もう徹底します、自分が見るまで絶対に徹底するそうで、明日広島に帰ってから
荷物全部出して お洗濯してピッて押してで部屋の窓開けてよっしゃー帰ってきたぞーってなってからジャージに着替えてみる、うん、最高の状況で飲み物とつまみおつまみかっぱえびせんだなかっぱえびせんを用意してみるまあそんなこと言いつつ今日お風呂入って上がったら多分ちょうど11時半ぐらいでそっからなんか1時間 CM ないから45分か45分ピュアって見て寝そうだけどねそうしますアルコールは入れないですよ集中してみたいんで、うん、今の女になろうめちゃめちゃ可愛かったありがとう感じでね福田ちゃんは今日も行きました明日も頑張ろう みんなも偉いねマイナビだったみんなゆっくり休んで11時だ何気にもうとても綺麗で息が止まるありがとうございますあいかんあなたの番です見ちゃう待ってリプライしか見ないよいよいよいみんなゆっくり休んでそろそろ終わるねごめんね今日はもう目を開けて喋るだけで限界だったわまたそう今度マイハとねチーズドッグ作ろっかって言ったから楽しみ、うん、明日も美味しいもの食べれるかなもう食が趣味だからね食が趣味みんなも明日なんか美味しいもの食べてねうどんとか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 よろしくのとこうどんしか選択しなかったけど全然問題ないよねねないよねまあ皆さんちょっとね交通機関が今運休してるらしいですが明日の朝もしっかり予定立てて上司に怒られないように頑張ってくださいお前お電気のせいは仕方ないしねパッパラパーンいいよ。
誕生日ます。うぶん。やしげき、ひねひねふくちゃん好きになってしまいます。ありがとう。くろしろ。岡山バスツアー延期？あ、そうなの？知らなかった。だからその情報は私知らない。 AKB 新聞の船行った人しか知らないよね。七選出、福田あかりが見やし、今夜はゆっくり休め。いや、ありがとう。疲れんかも。徳島ひくん、戦場と大阪行きます。お、待ってます。楽しもうね。くるたん、昨日初めて見た福ちゃんは想像以上に可愛かった、楽しかった、新しい世界を知ってしまったかも。初対面なのに2ループ目にはすでに名前と顔を覚えてくれた福ちゃんの記憶力がただただツボ。当たり前じゃないですか。また来てね。あ、鬼よし、ありがとうございました。無事戻りました。よかったよかった。ゆっくり休んでください。また会おうね。うーちゃん、あんじくたまこて、含めるいっぱいありがとうね。いつも元気もらえる。上質な睡眠お互い取れますように。監督、あかりちゃんは尊いね。ありがとうね。はい、まあ、無事に家帰れました。楽しい時間でございました。次はサステナで会いましょう。サステナで会いましょう。かず、握手会楽しかったです。また行きます。また行くね。ありがとう、すごい楽しかった。あるさん、今日楽しかった。昨日初めて行くの話をする。確かに感謝。また話そう。手紙を、福ちゃんとても綺麗で息が止まる。大阪必ず会いに行けるように。めっちゃ待ってるね。パチ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 。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。行きます。おにわせた福田は瀬戸内、ありがとうございます。サンドの飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん、今日も一日、違う、今週も一週間お疲れんこんでした。おやすみ、みずみです。短くてごめんね。よかったらフォローしてください。また遊びに来てください。じゃあ皆さんも明日もね、忙しいと思うので、しっかりもう寝ちゃってください。また会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。